水曜どうでしょう企画2003年以降水曜どうでしょうの企画では、北海道テレビ制作のバラエティ深夜番組、水曜どうでしょうで放送された企画の中から、レギュラー放送終了後の2003年以降に、新作として放送された企画について扱う。企画名については、番組内で呼び方がいくつかある企画もあるが、本記事においては、正式タイトルは DVD 版のものとし、 未 DVD 化企画については暫定的に放送時のタイトルを用いるも。なお、表記されている放送日時は HTV での放送日時である。2002年9月放送の原付ベトナム10段でレギュラー放送が終了し、2003年は DVD の宣伝特番として2本の短編、2004年には本格的な復活作を放送。 その後は2006年まで1年に1本のペースで新作を放送。以降は D 人の気分が乗った時に行くというスタイルになっている。実際、大泉洋はレギュラー放送再開を主張しているものの、ディレクター陣がいろいろ他にやりたいことが多いため再開に至っていないという。また、総集編、企画、六年間の事件簿、今語る、あの日、あの時、 お除き原則として、新作は旅をメインとした企画が制作されているが、北海道で言え、建ますのみ、唯一、旅企画ではない道内ロケ企画として制作されている。2008年は、開局40周年記念ドラマ、歓喜の歌、2009年は、HTV スペシャルドラマ、見える日、2012年は、同ドラマ、幸せハッピー、2019年は、 開局50周年記念ドラマ、チャンネルはそのまま、の制作に当てた。6年間の事件簿、プチ復活、ジャングルリベンジの3作品は、DVD 第6弾に、激闘。入りオモは、第8弾。ヨーロッパ20カ国は、第28弾。原付日本列島制覇は、第29弾に収録。なお、HTB 含め、水曜どうでしょう。クラシックを放送する。 テレビ局はクラシックを休止して随時新作を放送している。なお、2016年3月30日に放送された DVD 発売記念特番新作 DVD 第24弾発売記念スペシャルトーク水曜どうでしょう語ろうについてはこちらを参照。DVD 第1弾発売記念として放送された1時間の総集編である。 どうでしょうの6年間の放送から、サイコロさんのヘリ事件、ヨーロッパリベンジのドイツテント事件、シェフ大泉夏、野菜スペシャルのパイ事件といった印象的なシーンを振り返った。また、DVD 第一弾である、原付ベトナム10弾 1800km の見どころ紹介も行っている。北海道限定の放送で、クラシックでも未放送。 大泉洋と鈴井孝之の紛争は、レギュラー放送時の総集編と同様 CM が入る、旅に切り替わる。大泉は、紛争に対して、多少の戸惑いがあったが、鈴井が張り切って紛争する姿を見て、その気持ちを口にできなかったという。テレビ放送時の提供読みは開始、終了とも大泉が担当した。左上が、高崎のだるま、右上が、姫だるま、 下は子供たち DVD 写真集の発売記念として放送された1時間特番。前作同様、道内のみでの放送となった。原付西日本の際に訪れた姫だるま工房から姫だるまの赤ちゃんができたので送りますという連絡を受けた D 人は、それならこちらから迎えに行きますと強引に鈴井大泉をキャスティングする。半ば無理やりな形で、 スケジュールに穴を開けられたことで不満を持つ両者と共に、北海道から持参した高崎のだるまと姫だるまを手に、大分県武田市の工房へ向かった。なお、この時大泉は、朝からドラバラ、鈴井の巣のロケに加えて、ゴルゲルゴの生放送を終えた直後だったが、その上に、おにぎり温めますかのロケをドタキャンされ、鈴井はオーディションの最中であった。皇帝は、 スケジュールの関係から日帰りとなるほかフライトスケジュールの都合上行き帰りのいずれかで都内に一泊する必要があったためロケ前日に東京国際空港へ行き一致団結リアカーで機械島一周でも宿泊した羽田東急ホテルに宿泊ディレクター陣は機械島の時と同様の4人部屋でホテルを予約したため大泉は その点についても不満をあらわにした。大分空港からの移動の車中では、約1年ぶりのロケということから思い出話に花が咲くものの、鈴井、大泉は番組の感覚を忘れており、藤村忠久ディレクターはカーナビの設定を間違え、嬉野正道ディレクターはカメラ固定用の一脚を忘れた状態でロケを開始。加えて、D 人は機材、 ロケセッティングが鈴井に頼りきりになったことから、大泉に、ミスターはアズビーじゃねえんだぞ、と苦言を呈された。なお、行き帰りの工程でともに、大分空港を利用したが、工房サイドからは、熊本空港の方が近いことを知らされる。しかし、すでに帰りの便も大分空港発の便を予約済みだったこと、レンタカーの返却もあることなどの兼ね合いから、予定の変更は、 不可能となった。工房に到着したところ、生まれた赤ちゃんダルマは、全4体で3体が、姫ダルマだが、1体の姫ダルマだけ男児であることが、明らかとなった。しかし、普段姫ダルマしか作っていない、工房側では、男のダルマの顔が描けないということになり、急遽、高崎のダルマの親代わりである大泉が、初孫の顔に筆を入れることとなった。最初は、 高崎のダルマの顔を見ながらヒゲなどを描いていたが、途中から、藤村 D の顔が、姫だダルマの輪郭と似ていると思った大泉は、藤村 D に、うり二つな泣き顔のダルマを完成させ、藤村 D の名前である、正久と命名した。ちなみに、番組の性質上、CM 前には DVD、写真集についての宣伝が毎回挿入されている。テレビ放送時の提供読みは開始。 終了とも嬉しの D が担当した。藤村 D が企画会議においてもう一回ジャングルは嫌だよねと発言したことをきっかけに発案された企画。建前として1998年に行われたマレーシアジャングル探検で起きた事件の真相を知るために再びマレーシアのジャングル奥地へと潜入するという名目だったが本当のところはただ 大泉くんのびっくりした顔が見たかっただけとのことだった。ちなみに、ロケ終了段階での歌唱は激痛だった。どうでしょうの本放送としては初めて、北海道地区での放送直後から、リターンズ及びクラシックを放送している地域やアンケーレ列局、さらにはアンケーレ列以外の地方局でも次々と放送された。その中には、アンケーレ列のキー局であるテレビ朝日もあった。 前年に言ったジャングルリベンジのロケ終了前、大泉が、俺は闘牛をやってみたい、牛追い祭りなんて良いねと発言したことを受け、D 人はスペインの牛追い祭りを実際に視察する。視察を行った結果、祭りの全容を見た D 人が満足して興味がなくなってしまったこと、牛追いを撮影するにはカメラの台数が足りないこと、 カメラポジションを確保するための交渉が難しいことなど規模の面での問題が浮上したため企画を変更する。加えて今回こそリラックスした旅をしようということから遊び前提の企画へ方針を定めた。大泉には今回は牛追い祭りであると思い込ませ続け2005年7月11日に HTB の駐車場で行われた企画発表では 牛追いを彷彿とさせる鈴井の紛争企画説明用ボードを用意するが発表された企画はスペインでの牛追い祭りではなくイリオーモテ島での虫追い祭りであったこの結果大泉が騙されているが放送上では触れられていないものの同じく企画に参加した安田県も騙されているイリオーモテ島への到着後現地コーディネーターロビンソンの 虫はつまらないという一言で、虫追い祭りという当初の企画が頓んざし、ロビンソンが紹介する、イリオモテ島の魅力をたっぷりと紹介するという企画に変更。これは、そもそもが遊び目的であったため企画が定まっていなかったことによる。対決内容は順に、砂浜で、魚取りやシガニ取り、大ウナギ取りて長エビ釣り、港で魚釣り。当企画ではどうでしょう ハント、安田以外にも、当時、花タレナックスのプロデューサーだった福谷渡るや、スタイリストの小松江里子などの HTB の番組スタッフも参加。最終対決では、花タレの福谷キャップが出演者と共に並んで釣りに参加。エンディングのクレジット表示において、同行スタッフの名前も記載された。2020年時点で安田が出演した最後の企画である。 2005年7月11日早朝に番組公式ウェブサイトの日記、q ファンモバイル、クリエイティブオフィス級 Q の公式ページなどでそれぞれが旅に出ることを告知。なお、ロケ期間中はチーム、ナックスの全国公演、コンポーザーから響き続ける戦律の調べが行われていたが、大泉と安田のスケジュールがロケのために抑えられていたため、 1> 丸1ヶ月の休園期間が設けられた。サンフェルミン祭は例年通り7月6日から14日に開催されており、今回の企画が牛追い祭りであると見ていた視聴者は多かったものの、9月に全8夜というヨーロッパリベンジやアメリカ合衆国横断と並ぶ長期間の放送が決定。10月5日に HTV でのクラシック放送直後に、 新作の予告 CM が初応援された。CM は、牛追い祭りの映像と驚愕する大泉の映像が使われていたが、企画の詳細は一切伏せられていた。10月14日から10月16日に実施した、水曜どうでしょう祭りにおいて第一夜と第二夜を先行上映。内容は藤村 D により観光令が下された。内容については、 他の都府県各局での放映の絡みから、公式ウェブサイト上では明かされずいたが、2006年2月2日に、愛媛朝日テレビでの新作放送決定を日記で告知する際、嬉しいの D が誤って内容を漏らすミスを犯している。ちなみに、正式な企画名と内容を公表は同年7月10日に、藤村 D が公式ウェブサイト上で行った。最初は、釣り座を釣りを行い、 三人が一匹ずつ釣り上げた。大きさなどの際によって、大泉3点、安田15点、鈴井10点。小型の網と寄生を使った釣りは、時間内に釣り上げた数をまとめて、得点とすることとなり、数の多い大泉が50点、鈴井が35点、安田が15点。この後、手長エビは、油で揚げて食した。釣竿を使って、大口湯声を釣る。 入れ食いが予想されたが、30分の間に誰も釣り上げることなく終了。カヌーに帰る途中、黒台を発見したため、黒台釣りを行うことに、ロビンソンの一言で誰かが釣らないと帰れないことになる。大泉が周りに促される形で釣り上げ30点ゲット。この企画の中心となったロビンソンは、 現地の観光コーディネーターで、このロケの一部であるカヌーと手長いビズリのツアーを、どうでしょう。ロケ地巡りツアーとしてどうでしょう。ファン向けに提供している。放送直後からロビンソンを訪れるファンが多くおり、新たな聖地となっている。なおロビンソンは、フジテレビ、晴れたらいいね。おはじめとして、数々の入り表とを紹介する番組に、出演している。また、かつて、 北海道の阿寒町に住んでいたことがある。1997年放送のヨーロッパ21カ国完全制覇及び1999年放送のヨーロッパリベンジにおいて時間上の制約から回りきれなかったバチカン四国サンマリのポルトガルを回りきる企画。全2回で訪れていない国のうち地理的に距離があるアイルランドは除外され、タイトルも21カ国から。 20カ国へと変更され、本企画のオンエアをもって、ヨーロッパ完全制覇企画は、一応の完結を見ることとなった。仮タイトルは、2007年新春スペシャル。2006年最新作。真冬に見る。夏の思い出。1997年のヨーロッパ21カ国完全制覇の、開始日からちょうど9年が経過した2006年8月22日に、 HTB 前から出発。これまでのヨーロッパシリーズはフランス外旋門前のロータリー交差点からのスタートであったがバチカン四国への入国を果たすべくイタリアローマからのスタートとなった。バチカン四国への入国後、ローマでレンタカーを借りんマリのフランススペインを横断してポルトガルにあるユーラシア大陸最西端のロカミサキを目指す。 2006年2月6日、クリエイティブオフィス級社内にて、鈴井、嬉野 D、藤村 D の3社による新作についての会議が行われ、企画が決定する。D 人は、大泉に対し、スケジュール以外の企画に対する質疑を行うことを禁止すると宣言。これに対し、大泉は、クリエイティブオフィス級の公式サイト内にで、企画会議に参加させてほしいと申し出たものの、 大泉のびっくりした顔を期待する D 人に拒否されている。また、藤村 D は、この新作ロケに合わせ、ドラマ、小早川新規の恋の出演における役作りとして、ストレートヘアに変えていた大泉を、ロケ実施までに、元来のパーマをかけたもじゃもじゃの髪型へ戻すことを命令。戻さなければ、カツラをかぶって、ロケを行うとも発言した。今回、出発後に、 以下の時間に出演者による書き込みが行われている。ちなみに、前回の入り表等では藤村 D のしばらく旅に出ますのみであった。当然ながら書き込みには企画内容や場所はあまり記載されていない。しかし、旅を終えて初めての公式サイトの日記の更新は藤村 D は海外へ行ってきたと記した。なお、とあるのはクリエイティブオフィス級公式サイト内の 社長室は、クリエイティブオフィス級公式サイト内の、旧ダイアリー、及びとあるのは、番組公式サイトのトップページにそれぞれが書き込んだ、発言である。左が、大泉の株、右が、鈴井の株と、マルシンデマ駅北海道地区においては、前作から4年ぶりの新作放映。撮影は放送のおよそ半年前である2010年夏に、行われたが、 撮影量の多さから編集作業に時間がかかり2011年春に対決列島甘いもの国鳥物語を超える規模の全12週にわたって放送された。今作からは番組史上初のハイビジョン制作へ変更される。オープニングは画角が4、3であることを前提の映像だがタイトルバックが黒だったことから継続して使用され。 本編中に登場する過去の企画映像、画像に対しては、ワイプとしての挿入及びサイドパネル付きで放送された。また、ハイビジョン製作となった本作からは、DVD 版と同時にブルーレイディスク版の併売を開始。ブルーレイ版では、テレビ放送と同様に、ハイビジョン画質で視聴できるようになった。これまで、72時間、原付東日本縦弾ラリー。 原付西日本制覇と続いてきた原付列島10段の最終章と名打ち、全2つの企画で回っていなかった東京から高知の区間を制覇することを目標とする。大泉が NHK の大河ドラマ、龍馬伝に出演したことにちなみ、ゴールを高知県葛浜の坂本龍馬像とし、羽田空港からスタートした。また、道中では対決列島の要素も組み込まれ、 続いて藤村 D が荷台に乗せたあるものをかけて、甘味対決をするシーンも見られた。詳細は口述する。今回は D 人の負担軽減を目的に、専属カメラマンドライバー、音声担当の3名がついている。その結果、嬉しの D は、ビデオの代わりにスチル写真を撮っていたほか、トークにも通常以上に介入していた。これまでのロケでは、 撮影担当であるためカメラのファインダー越しでしかロケの様子を見てこなかった嬉しの D は今回初めて直接自分の目でロケを見ることになり生でどうでしょうを見てるみたいという感想を残したまた撮影担当の負担がなくなった嬉しの D はしばしば居眠りをしそうになり藤村 D が文久三年海エー年と両マデンのナレーションを真似た絶叫で起こしたため大泉からは やたろうさんの言語アラームと形容された。その後大泉は、目覚まし時計として商品書いけると発言したが、放送終了後に、藤村 D の音声と大泉の腹大鼓を収録した、水曜どうでしょう原付日本列島制覇、文久目覚まし時計が実際に発売された。宿についてからのパターンはほぼ統一されており、毎晩のように、大泉と藤村ディーンは相撲を取っていた。 そして、相撲が終わり、大泉が腹を叩き鳴らすと同時に、宿の外観の画像に切り替わり、どうでしょう場所終わりと表示され、さも NHK の大相撲中継のような締め方をしていた。しかも、その後さらに宿の外観のままトークが進むこともあった。本企画においては、最終夜のエンディング以外で、1、6の夢旅人2000には用いられていない。またこの企画から、 長きにわたりテレビ放送において予告編、日時場所スーパーの音楽で使われた映画、ガメラのサウンドトラックが DVD 第10弾以降に使われている水曜どうでしょう予告編へと切り替わった。2010年7月27日から8月1日あたり、企画のロケを5泊6日の日程で実施。まとまったスケジュールをあらかじめ押さえていたこともあり、原付企画の中では、 最も日程にゆとりがあった。実際、原付東日本や原付西日本でしばしば見られた日没後まで走行しているシーンはほぼなく明るいうちにその日のスケジュールをこなしていた。この最中、4年ぶりに旅に出たことがあるインターネットサイトのトップニュースになり、本編中でも話題になった。今回は初めてインターネットから VOD 方式で放送と同時に、 有料配信され、アクトビラ JCOM オンデマンド光 TV の3サービスで配信された。しかし、放送開始前の配信タイトルに今回の企画名が含まれるというネタバレが発生してしまうことが判明し、その後放送までに企画を伏せたものに直された。特に、アクトビラは初回配信直後にアクセスが異常に集中し、サーバーがパンクするトラブルが発生。 クリエイティブオフィス旧公式ツイッターにて、アクトビラの扉が開かないというコメントが発せられた。2010年9月21日、藤村 D と嬉野 D によるユーストリーム制放送、腹を割って話そうの第一弾が、HTB 本社内にある藤村 D が普段番組、編集などに使用している、編集室で実施され、放送前の当企画の冒頭の画像が、編集宅のディスプレイに映された。 この企画では鈴井が2台につけているマルシンデマ駅1型をめぐり4回も官味対決をした。嬉しの D は介入せず完全に中立な立場、大泉は審判を務めたほか、基本的に鈴井寄りの立ち位置で応援していたが、口実の通り勝負の条件を変えたり、勝負したくない鈴井の意思を無視して対決の話を進めるなど暗躍する場面が多々あった。 結果は2勝2敗の5分だった。前作、原付日本列島制覇以来3年振りとなる新作であり、撮影は同年4月に行われた。放送は全13週となり、前作、原付日本列島制覇を上回る番組史上最長の企画となった。当初、大泉にはヨーロッパ20カ国完全制覇以来の海外ロケということ以外は明かされず、 藤村 D の新しいとこ行こうぜ、鈴井の行ったことないとこ行こうぜという意気込みから番組未踏の地であるアフリカに決定した。ケニア・タンザニアで野生動物を観察する企画で旅の工程そのものは現地コーディネーターでアフリカ事情に精通し、フリージャーナリストのアフリカの達人、大津志郎に丸投げされている。なお、企画と行き先自体は、 無税や鈴井との飲みの席で決まり、同席した HTB 社員の福谷渡るもこの話を聞いた上で同行することになり、さらにテレビマンユニオンディレクターの牧唄もこの席上で呼ぶことが決められた。このことを聞いた大泉は、俺はあるかい,いこれからあなたたちの飲み仲間とと発言している。現地での空港までのドライバーは日本の滞在経験があり、 原付日本制覇をテレビで見たというリッキー。タンザニアでの現地ドライバー兼ガイドはフィリップ。ケニアタンザニアで2ガイドはステイーブ。撮影は前前作以来となる嬉しの D が担当したが、機材の発展、新規化により、撮影データのバックアップが面倒くさい等の理由から、マキ D がサブカメラマンとして、撮影補助等を行った。さらに、 鈴井が持参した自前の録画機能付き双眼鏡でも撮影を観光した。2013年4月には新作ロケの観光を番組とオフィス Q のホームページの日記でそれぞれ発表。2013年9月に開催された水曜どうでしょう祭りユナイト2013にて第1夜から第3夜までは放送に先駆けて先行上映。また、前枠、5枠も 客席をバックにして、全国からまこまないに集まったどうでしょう。ファンと共に収録した。前枠では、北海道で、に統一されたが、番組表では、第7夜まで、北海道に、第8夜以降は、北海道で、と表記されていた。初めてのアフリカ以来、6年ぶりの新作となった。企画は、赤び市しの鈴井の家から始まった。 今回は、どうでしょう、瞑想中と銘打たれ、企画発表する前に、大泉に、今回の企画をどうするか相談したり、大泉が、全く参加していないロケを行いその VTR を、大泉が作中で後から鑑賞するなど、これまでにない試みが多数行われた。企画発表も第一夜では行われず、第二夜で行われ、これまでで最長の時間を要した。赤ビの森にツリーハウス。 レイクサイドリゾートどうでしょうハウスを作るという企画であり、夕食は大泉が料理を作り、テントで泊まるという回もあった。前枠、5枠の一部を除きすべて赤平市内で撮影され、オールド内ロケの企画としては不定期放送となってから、初、レギュラー放送時代に遡ると、釣りバカ第3弾、若杉釣り対決に以来19年ぶりとなった。また、 家を作るという企画としては番組最初期の1996年11月に放送された粗大ゴミで家を作ろうで当時ゴミステーションでの回収が実施されていた札幌市内の粗大ゴミを集めて家を作った時以来23年ぶり2回目となったが前述の通り今回は本格的なツリーハウスを建築することとなった 無理やりひねり出された企画という体にはなっているが、家を建てるという構想自体は、初めてのアフリカのロケ最終日に鈴井と藤村 D の間で話が持ち上がっていたものである。撮影開始日は2017年1月8日。最終夜の撮影が行われたのは、本放送がすでに始まっている2020年2月13日であった。一つの企画に、 足掛け3年1ヶ月の期間が費やされたのは初である。2017年1月8日番組ホームページ上の本日の日記にて藤村 D が行ってきます。どうでしょう軍団と投稿し新作のロケに出たことが発表された。しかしその翌日には鈴井が自身のツイッターにて旅には出ていない胸をツイートしたことからロケに出たという藤村 D と どこにも行っていないという鈴井の発言で矛盾が発生しているように思われる事態となった。これによって視聴者サイドからは2017年時点では新作ロケ実施の有無が半然としない状態が発生し、さらに翌2018年に後日の21年目のヨーロッパ21カ国完全制覇にあたる旅ロケに出たことから不定期放送過後としては、 初めて未放送の新作が複数ある状態が発生するなど情報が錯綜する事態となった。結果的に最初のロケから2年後、本作の第1.2夜のどうでしょう、祭りでの先行公開および HTV での本放送で2017年に新作のロケはしていたが旅ロケではない道内企画だったことがようやく判明し、2年ぶりに謎が判明する形となった。 2017年9月には、水曜どうでしょうどうでしょうキャラバン2017で、藤村 D は2018年内には、新作を放送すると発表したものの、口述の理由により、同年内の放送は実現しなかった。2019年1月には、テレビ CM で、新作の編集開始を発表。第一夜と第二夜は、2019年10月に、 札幌版系スキー場で開催された水曜どうでしょう祭りフェスティバルイン札幌2019の会場及び全国204の映画館などで祭り会場と同時中継されたライブビューイングで先行上映され契約10万人が鑑賞した。祭り会場では大泉が GM 鈴井がリーチに奮し第1夜と第2夜の前後枠の撮影も行った。なお、 本作の前後枠は2003年以降の新作では、初めて、平岸高台公演での撮影が行われなかった。HTB オンデマンドでは、第1夜と第2夜は、HTB の放送開始から約5分後、第3夜以降は放送終了直後という、過去最速の速さで、有料配信されたほか、全国各地のテレビ朝日系列の放送局や、独立局などでも順次放送された。 なお、最終夜は、藤村 D の全国の人みんなにリアルタイムで見てほしいという意向から HTV オンデマンドにて放送当日のみ低画質となったが、無料で配信、アクセスが集中し、一時はサーバーダウンに陥った。酒は飲むべからず、敬語を使うべし新作をするべしといった内容が伝えられていたが、この内容が冒頭で早速ネタにされたことで、大泉からは、 僕の真意が伝わってないと苦言を呈された。また、いつものように旅に出るのだろうと思っていた大泉は、国内でも海外でも対応できる、よう年始早々に1週間のスケジュールを空けていたが、長期間に複数回のロケで家を建てるという、本企画を計画してた D 人から、そんなに日数いらないとして、抑えていた日数を一部返されたことも明かされている。 今回は2007年放送のヨーロッパ20カ国完全制覇から完結編にてアイルランドを除いた20カ国制覇を果たし一度は完結としたヨーロッパ完全制覇企画の続編となる2018年8月1日に企画発表され1997年放送のヨーロッパ21カ国完全制覇1999年放送の ヨーロッパリベンジ2007年放送のヨーロッパ20カ国完全制覇から完結編の過去3回の旅で来訪せず自前となっていたアイルランドに行くことが明かされた。1997年放送のヨーロッパ21カ国完全制覇から21年目というのもあり、21年目のヨーロッパ21カ国完全制覇となる。 レギュラーメンバー4人だけで行う海外ロケとしては2007年放送のヨーロッパ20カ国完全制覇完結編以来12年ぶりとなる。ありがとうございます。